こんにちは。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 テロップ書いてる。こんにちは。よいしょ。こんにちは。こんにちは。皆さんこんにちは。今日は30分前しかない。よいしょ。できたな。もうすぐクリスマスだね。プレゼントは何が欲しい？でもプレゼントなんかまだめっちゃ。これがいいってなんか全然私決まらなかったんですけど、なんか可愛いぬいぐるみ系が欲しいです。おはよう、おはようございます。 Good morning。 おはよう、おはよう、ヤホヤホヤホです。めっちゃ私クリスマス仕様にこれママと作ったんですよ。結構イケてません？見えます？見えますか？これあのクリスマスツリー風なんですよ。わかりますかね？サンタさんは来ますか？来ます来ます、絶対来ます。いけてますよね、これ。いけてます？了解です。プレゼント受付始まったらぬいぐるみあげる。やった、嬉しい、ありがとうございます。ぬいぐるみラブです。ママと一生懸命、これ見えるかな、こんな感じなんですよ。これ好きなんです、ね、この、回るやつです。何の話？サンタさん、サンタさんは来ます。かわいい、ありがとうございます。これかわいくないですか？このボシュニア靴下たち。これ画用紙をあの三角状に切って、こうやっていろんなものを貼っつけて、大きいツリー、下映ってないかな、こんな感じなんですけど見えるか、こんな感じで作りました。あ、これもサンタっぽいやつです。これ可愛いですよね、クリスマス風。シュ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 、めっちゃおしゃれ、嬉しい。これあのいつものクリスマスツリーにも飾ってあるやつなんですよ。あの私の例のピンクのツリー、あのお部屋にあるんですけど、今回はここにちょっと飾ってみました。ミサンタです、ミサンタ。なんですよ、ここら辺も結構毎年あの普通の方のツリーっていうの、あのピンクの私の例のピンクのツリーにあの貼ってあるじゃない、飾ってあるやつなんですよね。みらきちゃん、おはよう、おはようございます。ピンクのクリスマス、そうなんですよ、私あのクリスマスツリーって私毎年飾るんですよ、クリスマスになると。そのツリーが私あの緑じゃなくてピンクなんですよ。昔私あのピンク、命ぐらいピンクがめっちゃ好きで、あのどこか覚えてないんですけど、お店に行った時にピンクのツリーを見つけて、ピンクのツリーを買ったんですよね。今年まだツリー出してないんですよね。もう忘れてた。ペンライトカラーも、ペンライトカラー、あ、
そうですよ、ちょっとこれ実はあの 小細工ではないんですけどしてあって、このこれって黄色とピンクと紫できてるじゃないですか。この黄色とピンクと紫って実は私のペンライトカラーなんですよ。ピンクと黄色と紫の 3本色でございます。よければ皆さん振ってください。見ます、私が公園に出た日には。なんですよ、あの小細工がされてます。なるほど、納得。いや嬉しい、わかります。意外とちゃっかりちゃっかりペンライトカラーにしてるんですよ。ええやん、ありがとうございます。そうです、さりげなくさりげなくやってます。おはよう、おはようございます。わかる人にはわかるって感じ。そうなんですよ、わかる方はわかるかなって感じです。上の方がもう見えてるかもしれない。上の方にもなんかいっぱい雪だるまとかいます。よいしょ、雪だるまがまずここに。ツリーが寂しくなっちゃうんじゃないかってあの心配してくださった方もさっきいたんですけど、あの私小細工みたいなやついっぱいもう山のように毎年入りきらないぐらいがあのいっぱいあるので全然寂しくはなりません。大丈夫です。さりげないところは良きですね。さりげないところ良きです。良き良き。朝ごはんは何が食べた？私はいつもお米とお味噌汁とちょっとしたおかずで、今日はちょっとお菓子を1個食べました。お菓子食べました。おはようございます。元気？元気です。初見の方ありがとうございます。シュシュバコイスタジュクシュ。前はパンとコーヒー、パンの日もあるんですけど、だいたい米ですね。お米。コーヒー飲める？コーヒーはあんまり得意ではないけど、コーヒーゼリーなら食べれます。コーヒーは飲めないんですけど、コーヒーゼリーなら。我が家は休みの日はパン。パン派、パン派ですか皆さん。パン派、お米派、どっちですか。パン、お米、パン、ご飯か。パン、ご飯、パン、ご飯、皆さんどっちですか。パンかご飯、どっちも美味しいんですけどね。パンかご飯、牛丼派、どっちかっていうとブレッド、パン、パン派、パン。昨日ミニオンやってたんですか。見てない。見たかった。ミニオンやってたんだ、見たかった。録画しとけばよかった。ショック、耳でないです、残念ながら。知らなかったです、やること。やるんだ。あ、コーンフレークも良きですよね。コーンフレーク、グラノーラ系も美味しい。そこら辺でも私はあんま食べないですね。でも前食べました、美味しい。ご飯が好きだけど朝は楽だ。あ、確かに楽ですよね、パンの方がパパパって食べれて。そうなんですよ、私もなんか最近冬になると起きれなくなるから、ご飯もガーって食べるんですよね最近。そうなんですよ、最近冬になってきたから、朝目がもうこんななんですよね。こんな目になって朝も起きてます、いつも。
起きれないんですよ最近は。もう眠すぎて。絶対見てると思った。いや私もやってること知ってたら見てました。絶対最近目玉焼きトースト、ね、目玉焼きトーストって何ですか。目玉焼きトースト美味しそう。目玉焼きをトースト。でもなんか前友達が3分クッキング的な風に教えてくれたんですけど、パンあるじゃないですか、食パン、食パンの周りをマヨネー周りなのかな、マヨネーズで囲って、あの真ん中に卵を乗せて、上にチーズを乗せて、あのチンってやるってやると美味しいっていうのを聞きました。この前ってめっちゃ美味しかったんですけども、なんかあのハマるやつです。ハマるやつ。みさきちゃんって最年少だっけ。そうです、最年少でございます。12歳、中1です。絶対美味しいやん、絶対美味しい。皆さんあのやってみてください。食パンに周りをマヨネーズで囲って、卵を乗せてチーズをペタって、そしてチンと温めます。あの食べたら止まらなくなるやつなんですよね。絶対美味しいじゃん、絶対美味しい、もう絉対美味しい。12歳若い、ありがとうございます。みさキッチン、あみさキッチンですね、本当にみさキッチンでございます。ハート100個投げたよ、ありがとうございます。食パンに納豆、なんか不思議な組み合わせ。食パンに納豆、食パンに納豆か。寒くなってきたから朝はあったかいスープ系、あ美味しいですよね。スープ、スープは本当に美味しい。あとあの朝ごはんじゃないんですけど、夜ごはんって冬って寒いんで鍋にしがちな、鍋がいいってすぐ言っちゃうんですよ。なんかあったかいじゃないですか鍋って。鍋あったかいんで、鍋しか勝たんって感じですよね。ジオンちゃんより、そうなんです、ジオンと誕生日違い、あの同じ学年の誕生日違いで私の方がちょろっと下です。だるま100個、だるま祭りでございます。だるまこっちか、だるまさん、だるまさんが転んだ。冬は鍋、そうなんですよ、鍋、もう鍋最強ですよ。もう節じゃなくて、もう節どころじゃない、絶対あれですよ。もう本当に鍋しか勝たんですよ。早生まれ、そうなんですよ、早生まれです。1月、もうそろそろなんですよ。半袖、そうなんですよ、今半袖なんですけど、あのお部屋の中だから、それでもう暖房もついてるんで半袖でございます。しゃぶしゃぶ、しゃぶしゃぶ美味しいですよ。しゃぶしゃぶ美味しい、しゃぶしゃぶ好き。ワイも早生まれ、お早生まれ、誕生日迫ってきた、そうなんですよ、誕生日が近づいてくるって感じなんですよね。暖房ガンガンにかけて、そうなんですよ、暖房ガンガンにかけてます。これ実はこのリリリンって感じでミルさんの正常 T シャツを着てございます。私はゲットいたしました。ミルさん可愛いんですよね、これあの大黒柱にミルはなるってやつですね。ミルプチョプチョプチョなんですよ。
1月13、そうなんです。1月11日でございます。ミルさんの T シャツ。かわいいやつです。大黒柱。ミルはなる。かわいいですね。好きなんですよ、この T シャツ。かわいい。私、後ろが好きなんですよ、これが。こんにちは、こんにちはです。海賊王に俺はなる。海賊王でございます。こんにちは、こんにちは。みさきちゃんの星条 T 楽しみ、嬉しい。どうしよう、星条 T。 あれでもなんか自分でデザインするって感じなんですよ。センスがいいかが試されるやつですよね。でもセンスがあんまりよろしくないかもしんないんで、ちょっと心配ですね。僕らのレガ大将可愛かったね。嬉しい、ありがとうございます。あのここにちっちゃい帽子みたいなのがついてました。そしてザダンって大きいドレスです。乗馬できる、そうなんです。あの乗馬ちょろっとした、あんまり乗らないんですけど、ちょろっとした趣味でございます。乗馬できます。乗馬、乗馬大好き。似合いすぎてて震えた。そんなに似合ってました。私そんなに似合って、嬉しすぎ。おいしょ。おはようございます、おはようございますでございます。おはようございます。この絵文字がついてますね。ここか、こっちか、こっちのこの絵文字がついてます。この絵文字系私結構好きなんですよね。なんかこれニヤリってしてるやつとかも、あのこの周り横にカッコがついてる系可愛いんですよね。レガッタの MV 衣装はなかなか着れないから良かった。めっちゃありがとうございますって感じです。本当に嬉しかったです。素敵な衣装、素敵な衣装ですね。みんなめっちゃこれ恋になりますよ。さきちゃんおはようございます、おはようございます。それでこうか、こうか。さきちゃんこんにちは、こんにちはです。こんにちは、こんにちは、いっぱいこんにちは来る。こんにちは。皆さんのこの横がカッコのこういう絵文字あるじゃないですか。あれって何が一番好きですか？英会話は何歳から習っていますか？大体なんですけど、2歳ぐらいからちょろっと英語をやり始めて、今12歳なんですけど、もう10年、もうすぐ11年ぐらい多分習ってます。もう英語は本当にずっと習ってるんですよね。
英語はもう本当にもうずっとです。ずっとこれよく使う、こんなこんな感じの こういうのです。走ってるやつかわいい、なんか こんな感じじゃない、こんな感じです。うん、こんなのもありますね。こんな、なんか口はこんなとやつ。2歳からとかすごい、ありがとうございます。うれぴー、英語のお仕事もたくさんできる、本当ですね。英語は何かで使えたらなって思います。そうそう、こんな感じでもしてですね。英語しか使わないところに放り込まれ、あのアメリカに住んでたからそういうイメージとしてはそうですね。その私が行ってた学校は日本人の子が一人いたかいないかぐらいな感じなので本当にやばかったですね。あんまり英語もその頃は喋れなかったんで、2歳から習ってたらもうそんなに喋れなかったんで、やばかったですね。って感じの感じでやってました。いつも こんな感じでも違う、違う、授業も全部英語、そうですね、授業も全部綺麗に英語です。え、アメリカに住んでたの？そうです、アメリカに住んでいました。そうなんですよ、恐ろしかったですね。何ももう謎の単語でみんな喋って謎の会話をしてるって的な感じでしたね、いつも。で先生たちも日本語が喋れない人たちだったので、ひえーって感じでした。いつも使うしかない環境だった。いや、そうですね、自然になんかこれはこれとかじゃなくて、もう自然に頭に入ってきたんですよね、イメージとしては。英語習ってたのとアメリカに行ったことは直接関係、そうですね、直接は関係ないです。まあこれちょっとやばいんですけど、質問できたんですけど、帰国した時日本語忘れてなかった？思いっきり忘れてました、思いっきり忘れてました、もう綺麗に忘れてました。もう日本語なんか謎って感じぐらいの勢いで忘れてまして、なんかほら、めっちゃ本当にもうやばかったんですけど、アメリカに住んでた時に家に帰ってきて、その日たまたま先生が2人いたんですよ。そしたら私が先生2人じゃなくて先生2匹って言ったらしいんですよ。もう私はちょっと覚えてないんですけど、ちょっとやばい、2匹って言ってたらしいです。ちょっとえって感じになる方も、でも山のようになんじゃこいつみたいな思うんですけど、やばいですね、2匹って言ってたらしいです。まあちっちゃい頃なんで、ちっちゃい頃なんでね、やばいですよね。もうちょっと日本語じゃなくなってますよ、もう半分。2匹って言ってたらしいです。まあでもまあちっちゃい頃でして、ちっちゃい頃なんで、なんかわらわら、めっちゃわら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 してる。やばいですよね。ちょっと先生は2人です、2匹ではありません、2人です、2人でございます。今はちゃんと言えますよ、今はちゃんと言えますよ。本当にもうへえって感じで、この前爆笑して聞いてました。そうなんです。ちっちゃい子の写真あるかな、どっかに。怒られた、いや怒られてないんですよ、本当に普通に
帰ってきて今日は先生って言ってましたね。悪い本当にそれ悪気があったって言ったし、言ってるわけじゃなくて、本当に多分単純に日本語ができてなくて、うん、本当に単純に日本語ができてなくて単純に間違えてただけです。やばいですよね、ちょっと。いや、それだけ日本語がやばかったんですよ。もう帰ってきたら日本語が喋れなかった、ね、感じで、だから最初は英語は喋れなくて苦しんだんですけど、帰ってきたら日本語が喋れなくてやばかったんですよね。日曜日にお話し会であるの楽しみしてます。私も楽しみです、お話し会。何があるかな。でもなんかウサギって引きじゃないらしいですよね。ウサギはわーってあの羽の字らしいですよね。1話2話なんですよね、確かウサギって。日本語忘れてどんな感じなんだろう。もう本当に私の場合、その時はもう頭の中が、今皆さん日本語じゃないですか、頭の中もう、それがもう英語にすり替わってる的なイメージっていうんですかね、多分もうそんな感じで、もう本当にもうひいきになってましたね。やばいやばい、耳が跳ねやつくな。一番へえ、単位は難しい、もういろいろありますよね。すごいな、やばいですよね、ちょっともうえって感じになっちゃうんですけど、なんですよ、なんかもう、でも日本語は、まあ、またそのうち自然に頭に入ってきて、また今みたいに、まあ普通に喋れるんですけど、いや、なんか授業とかで一番大変だったのは多分算数なんですよね。多分何が難しかった、なんか計算とかがなんか普通にできてたんですけど、やっぱり日本の算数と英語のアメリカの算数ってやっぱりそこそこ違って、やっぱり全然できなくて大変でしたね。もうなんじゃこりゃーみたいな感じで、もうやばかったです。とにかくなんか漢字よりも数学算数がやばかったです、その頃は。昔は鳥以外の肉食べちゃダメだったので、一ウサギも和にはって数えた。ファンネームはなんて読むの、すいません、これ難しいんですけど、MISHAPPIS って書いて、見るかな、ここに一応略が書いてあるんですけど、ミサピーズって読みます。これミサピーズです。これこだわりなんですけど、ひらがなか英語でお願いします。ひらがなか英語です、カタカナはダメです。まあカタカナもいいかって思っちゃうけど、まあできれば、まあでもどっちも可愛いんですけど、全部いけてますけどね、なんでもいいですよやっぱり。まあでも手話英語でお願いします。ハロー、ネーミングセンサーやった、嬉しい。いや、まあカタカナも意外に可愛いですよ、カタカナも意外にいけてる気もして。11時、すみません、じゃあ私はランキングを読ませていただきます。いきまーす、よいしょ。3位、夏田リツさん、夏田どっちか、夏田リツさん、
ありがとうございます。夏田律さん12位、あ、さっきの13位でございます。10位、縄手波乗り隊さん、ありがとうございます。11位、2メートルさん、ありがとうございます。2メートル長いですね。8位、シャリーさん、ありがとうございます。シャリーさん。7位、ホリッチミサッピーズ、ありがとうございます。ホリッチさん、ありがとうございます。マットさん。4位、アクニテウエナイトさん、ありがとうございます。アクニテウかな。3位、クレパスユーちゃんさん、ありがとうございます。クレパスユーちゃんさん。2位、ちさちゃんさん、ありがとうございます。ちさちゃんさん。1位、ひさしーさん、ありがとうございます。おめでとうございます。1位、ありがとうございます。今日来てくださった方、フォローしてないよって方お願いします。よろしくお願いします。ではまた次の配信もぜひ見てください。ありがとうございます。バイバーイ。バイバイ。